さあ今回のルーツプレゼンツ、なんと俺のマイカー86で所沢の姉子を横に乗せたいと思います。みやび姉さん、近田みやびです、お願いします。姉さんはトムス専属なんですけど、専属とりあえず俺の86の横に乗せてビビらせてやろう、このように思っております。怖い。姉さん、はい、行きますか。行きましょう。お、失礼します。失礼しろ失礼します。すぐよし、怖いな。怖くねえよ、まあ、うまいんだよ俺。そうですね、そう何気に上手なの、何気にタイヤを温める。はい。こういう車初めてか。初めてです。マジか。そうなんです。峠は、本当だって峠は本当楽しい。タヌキ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 、やばい、ちょっと待って、速すぎる、速すぎる、やばい。
楽しいで。楽しい。86は楽しい。えぐい。お尻つりそうです。力入れすぎて。所沢の姉御満足しております。楽しいな。そうですね。そうだろ。そうですね。まあそうですね。楽しいですけど。峠は楽しい。いやすごいな。なあ、群裁はやっぱすげえな。すごいです。いや土屋さんがすごいです。そうか。そうか。俺もそう思う。俺もそう。すごすぎる。痛い痛い痛い。手掴みすぎて痛い固まってる。いやー楽しいわ。無事帰還。楽しいね。無事帰還しました。皆さん拍手で。楽しいだろ。姉さん喜んでます。いやー、とてもいい経験でした。そうだろう。開かない。所沢の姉御が非常に喜んでおりました。どうぞ姉さん。あーやばい。姉さんケツがつったらしいです。やばい。いやでもすごくいい経験でした。土屋さんの横に乗れるなんて。だってさ、トムスのレースクイーンやっててもこんなことはしてくんないじゃん。ちょっと立てられないです。すいません。すいません。姉さん今ケツがつっちゃってます。でもとても喜んでくれましたというルーツでした。楽しかったです。さあ遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。